2014年12月の19日金曜日の夜8時半でございます。こんばんは。あなたの藤木ゴロです。今週もやってまいりましたよ。そうね、今週はですね、先週とね、先々週と、お悩み相談をやってほしいっていう、書き込みがね、意見をいただいたんですよ。今日はやってみようかななんて思うんですけれどもね。でも突然のことでしょ？本当はね、今週予告して、悩みやったら、書き込んでくださいとか、事前にメッセージいただいてもらってもいいですよ。お返事しますからっていうことをやるべきやと思うんですよね。で、そうは思うもののね。で、来週、正式に、そういったコーナーを設けるみたいなことをね、したらいいと思うんですけれども、ただね、この世知辛い世の中、どうなるかわからんわけですよ。僕かて来週まで生きてるかどうかわからないわけです。もし100歩譲って生きてたとしよう。スピリチュアルテレビが生き残ってるかどうか、そんなこともわからないわけですよ。で、まあ、1000歩譲って生きてたとしよう、生き残ってたとしよう。今ご覧のあなたが、あと7日後のこの時間まで生きているかどうか保証がないわけですよ。だからね、もう今日やってしまおうと。もちろん来週以降もなんか思うことがあれば書き込んでいただいたら私答えるわけですよ。ね。だから、今日はちょっとね、悩み相談みたいなことやってみようかなって思ってます。こういった感じでね。ところで、その前に、今年もですね、来年皆さんにお出しする年賀状が完成しました。どんな年賀状かは、届いてからのお楽しみ。主にね、今年の正月、来年の正月じゃないですよ。今年の正月、昨年の正月、昨々年の正月、どんな年賀状を作ったか、ちょっとね、今週もお見せします。ねえ、牛、虎、う、辰巳、馬、羊、来年羊、辰巳、馬、辰巳、馬。3年前の私の年賀状。ね。こういうやつですよ。パンにお菓子で、タツキティを作ってみました。タツミー、去年の年賀状。去年やな。蛇年です。ミキティを作ってみました。そして、今年の正月の年賀状、馬年です。馬キティを作ってみました。ということで、年々進化し続けるこの年賀状。さあ、来年はどうなることか。これがね、一番いい出来。よろしければですね、こういうのがね、来年の年賀状が届きますんでですね、このアドレスに住所と名前と、名前はもうペンネームでも何でもいいんです。届きゃ何でもいいんです。書いてくださったら送りますんで、お送りしますんで。ぜひよかったらね、ここまで、アクセスしてください。住所と名前と書いて、年賀状希望と、それだけでも結構ですんで、送りますんでね。さあ、何かね、お悩み事とかあって、僕が答えるわけで、他誰もおらへんからね。この部屋一人ぼっちですから。藤木吾郎が答えるんで、あんまりそんなためになることはないとは思いますけれども、なんか悩んでることとかあったら、突然唐突ですけどもね、書き込んでいただけたらなと。悩み事じゃなくてもいいんです。なんか聞きたいこととか、藤木吾郎への苦情とか、スピリチュアルテレビ内での藤木吾郎の苦情、あるいはスピリチュアルテレビ外での
不事業の苦情も含めてですね、外で迷惑ばっかりかけてますからね、僕。だから、そういう意見も含めて、例えばスピリチュアルテレビのアーカイブがどんどん消えていってる。それどういうことなんだ！そういうことはね、テディさんにおっしゃってください。もったいないよな。どういうことなんかわからへんけども、ユーストリームのご都合なんでしょうね。せやけれども、消さへん方法があるわけやから。そこは管理する側としては、ね、その過去のデータっていうのは宝の山ですから、いくらその YouTube に映すことが、いくらができたとしてもですね、やっぱり残すべきですよ。いろんな方出ていただいてるんですからね。ということで、もし、なんか、悩みじゃなくても聞きたいこととか、言いたいことでもいいんです。あるいはチャットで、文字で残したいこととか、なんかあったら何でも書いてください。書き込みなかったら普段通り、喋ります。特にね、何にも書くことがないっていうことであれば、この文字を写してるだけでやってることはいつもと変わらないわけですね。しばらくちょっと書き込みがあるまで、なんかこう喋ってみましょうかね。意識して喋ってみようかって思うとですね、何喋ってやろうって思いますね。これ、今までどうやってきたやろうなって考えたら思いますね。特に何も考えずに、パソコンセットして、セッティングして、どうも言うて、日付言うて、そこから始まるわけですけれども、全然そう終わってから覚えてないんですよね。何喋ったのか。で、過去のも僕、特に見ないんですよ。自分の映ってんの。男前でええ声やっていうのはもう分かってるんでね。見なくても。で、自分の顔っていうのはね、銭湯で体洗ってる時ずっと見てるから、わざわざパソコンで見る必要がないんですね。で、声も外いで、結構こう、喋ってる声自分で聞こえたりするから。でもね、喋ってる声って自分の声と、自分の喋ってる声が人が聞こえる声と、自分で喋ってる声、自分で聞く声と全く違いますよね。まあ、こう動画で残っておりますから、自分の声が自分で聞こえてる分と、人が聞いたらどう聞こえるかっていうのは、僕は、分かってるんです。把握できてるんですけどもね。小学校の時ぐらいですかね。市場。東大阪の石切りにね、市場って呼んでたんですけど、平岡デパートっていうスーパーマーケットがあったんですね。で、そこのスーパーマーケットは今みたいな、だーっとこう、スーパーじゃないんですよ。中に八百屋があって、おもちゃ屋があって、おかき屋があって、かつお節屋があって、豆腐屋があって、魚屋があってっていう、本当の市場みたいな、本当市場ですよね。昭和の50年代、60年代ですからね。そう考えたら、それで成り立ってたんですよね。かつお節屋とかあったんですよ。ようそれで、生計立つなと今やと思いますけど、3つ、4つぐらいのかつお節が山のように並んでるわけです。で、マスを置いてはって、女性の方がね、こう、すくって、なんかこう、重さなのか、一すくいなのか、販売してはりましたね。袋に入れて。豆腐屋さんは豆腐、今やったら豆腐屋さんって、経営大変みたいですね。豆腐だけやとなかなか、作んのとか大豆から作りますからね。大変ですから。こんなんで、本当の市場やったんですね。肉屋さんも中に入ってて。今はもう、普通のスーパーマーケットになってしまいましたけどね、平岡デパート。JF 石切りって呼んでる。だから、普通のスーパーになるときに、じゃあ、その八百屋さんとか、かつお節屋さんとか、どうしてんやろね。立ち退かされたのかな。どういうふうな経緯があってそうなっていくのか、もう時代の流れですね。今そんなもう、なかなかね、難しいですから。で、年に1、2回、ガラガラ抽選があったんですね。平岡デパートの、
正面から入るんです。お客さん入るんですよ。横所から入れるんですよ。なんかガラス張りの入れるとこがあるんです。そこのとこで、ガラガラ抽選の会場になるわけです。年に2回、2、3回ね、ガラガラ、ガラガラ言って、ガラガラの回してる音をマイク、近づけて拾って、で、平岡デパート内部全部ガラガラ、ガラガラ、チリンチリンと聞こえるようになっとる。で、100円買うたら黄色のガラガラ券、500円買うたら赤色のガラガラ券とかこうもらえるわけ。赤色やったら1回できるとかね。黄色やったら5枚集めなあかんとか。で、おばあちゃんと一緒に毎日こう行くわけですよ。買い物しにね。今日はガラガラやってるわということで、こうじゃあ弾いてみーと。で、僕何回か弾くわけですよ。で、大概、何色やろな。白やな。コトン、ガラガラガラ、ガラガラガラ、コトン、コトン、白い玉が出るんですね。白い玉は、なんぼやろ、40円ぐらいの金券かな。で、コトン、緑色かなんかが、じゃ緑の券。それが、50円ぐらいなのかな。でね、ガラ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 、コトンってやって、金色が出たんですよ。おめでとうございます。キッチリンチリンチリン言って。何かなと思ったらね、ダブルラジカセ、当時の。こっちカセット入って、こっちもカセット入って、こっちから、スピーカーで聞こえるやつね。で、あれはね、重宝しましたね。僕があれ当てて、ガラガラ弾いて、もしラジカセが出えへんかったら、それはそれで僕の人生って変わってたと思います。小学校の低学年ですよ。で、使い方がよう分からへんわけです。音楽も聴かないからね。で、空のカセットテープを入れてみる。で、皆さんから見える位置、あと、カセット入れるとこ、カセット入れるとこ。こっちはね、ガッシャンってやって、録音するわけですよ。ガッシャンってやって、二つボタンをね、いっぺんに押すと、録音されていくわけ。で、スピーカーに向かってなんか喋りかける。藤木頃です。よろしくお願いします。とか言うと、後から再生、巻き戻して、ガッシャンって巻き戻して、ガッシャンって再生すると、藤木頃ですって聞こえるわけですよ。それが全然違う声に聞こえんのね。もう赤の他人が喋ってるみたい。こんな声してんの？とか。で、学生の時の小学校の同級生、近所の付き合いの仲間、友達、みんな呼んでですね、録音し合って遊ぶっていうのやってましたね。わー、キャー、やーとか、ほたえてる様を録音するわけです。で、それ冷静になってから、停止して再生するんですよ。ほな、ほたえてる様、わー、わー、やめろ、なんやってんねんとか、そういうのが、何にもしてない。みんな冷静やのに聞こえるわけですよ。で、なんか不思議な気持ち。ほたえてる様、雰囲気が蘇ってきて、なんかこうおかしいわけですね。で、友達みんな帰って、バイバイって、5時頃帰りますからね。で、おばあちゃんとおじいちゃんと、3人で、ご飯を食べるわけですよ。夕飯ですね。で、食べた後も、やっぱりラジカセをね、使って遊ぶんですね。どんな遊びをするかというと、そうね、テレビドラマとかテレビの映ってんのを、音声をガッシャンって録画してましたね。僕が、主に僕が使ってた部屋は、運のいいというか、恵まれてることに白黒のテレビがあった。で、その白黒のテレビを音楽番組とかガッシャンって再生、録画して、後から再生してみたりね。再生して、そんなもん聞いてもしょうがないのよ。そんなに面白いもんじゃないの。せやけれどもね、なんか不思議な感じがしてね、楽しかったですね。そっからかな、なんかこう、自分の声を聞くとか、自分を見るとかっていうの、ひょっとしたら、その頃から何かこう、始まってたのかなって思ったりもしますけどもね。そう、後にね、必殺仕事人っていうのがね、テレビで、必殺仕事人激突っていうね、必殺シリーズ、仕事人シリーズ最終シリーズっていうのが始まったんです、正直。1994年か何年や、あれは。でね、それの、
オープニングナレーションを録音して、で、夜にね、なんか、おじいちゃんがどっかで、ソニーのウォークマンを、もろてきたんか何なのか。自分は聞かへんからね、多分もろてきたんでしょうね。それこそっと借りて、夜中ね、真っ暗にして、おばあちゃん横で寝てるからね、真っ暗にせなあかんから、聞いてましたね。久しぶりの、やっつける時のパラパーっていうのとか、あと、ナレーションですね。月は東に、日は西に、山の寺の鐘が鳴る。あの町、この町、日が暮れて、今来たこの道、夜の祖母、悪人どもの目が光る。上下左右に前後ろ、次から次へと呆れるほどに、浮かんでは消える毒の花。猿金合戦桃太郎、勧善懲悪夢物語、諦めぬのはおよしなさい。この世に悪がある限り、あなたのそばに仕事人、きっと恨みを晴らしてみせます。これ、徳光和夫が言うんですよ。ね、もう他の人のナレーションでやってほしいなと思うんですけど、ズームイン、その頃ズームインの徳光和夫がそんなこと言うても、優しいですからね、なんか説得力がないわけです。で、月が笑ってらーっていう藤田誠が歌う、主題歌、終わってからね、本編が終わってから、中村モンドが、千と律にいびられた後に、流れる、歌がある。それをね、録音して、ずーっと夜中、そればっかり聞いてましたね。それも中学の頃ですけどね、中学3年ぐらいの頃ですけれども、そんなことして遊んでましたね。何から今こんな話になったのか全然覚えてないけど、ちょっとチャット読んでみましょう。年に1回ぐらいはね、最初からチャットに書き込んでくださる方と、こうコミュニケーション取るっていうか、読ませてもらう、そういうのを答えるっていうのがあってもいいと思うのよ。ね、僕、喋りすぎるからね。一時間とか、一時間半とか喋って、もう終わりますとなってから、終わる前にチャット読んで、チャット読んでから終わりましょう言うて、パーッと読んで終わるっていう。これはね、非常に、なんていうかね、書き込んでくださってる方に申し訳ないというか。だから、最初から始まって、もう1分後からですね、チャット読み始めて、それに受け答えをする。もう相談じゃなくてもいい。こんなどうでもいいんです。受け答えをしてコミュニケーションをするという会があってもいいんじゃないかと思うんです。だから今日はですね、最初から、花から、チャットの皆さんと何かこう、分かち合うというかね、コミュニケーションしてみたいなと思うんですけれども、もう喋り始めてから15分経ちますね。結局いつもと変わらんやないかということになるんで、急いでね、チャットの方、確認をしてみたいというふうに思います。キキさん、夫婦とは何ですか？待ってました。そういうのを、ね、そういうシンプルななんかお題をね、いただくとなんか嬉しいですね。夫婦っていうのはね、始まるわよ。こっからまた自分の内面に掘り下げていって、そっから拾い出してきて、ずるずるずると鶴を引っ張ると、芋がゴロ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 と、不思議ゴロですからね、ゴロゴロゴロって出てくるわけですよ。それだけで1時間行ったりしますから、気ぃつけなあかんねん。気ぃつけなあかんねん。これは、いろんな人のチャットの書き込みを受け答えすんねんで、今、夫婦とは何ですか？これで1時間、2時間喋るんじゃないんやで。ね、ちゃんともう、自分で自分を叩いておきましたから。というのもね、今まで生きてきて怒られたことっていうのがないわけですよ。叱られたことやな。むかつかれて無視される。そんなことあるかもしれんけども。ゴロちゃん、それはあかんで。藤木さん、それは、やらなあかんで。やったあかんで。ええ加減にしなさい。こういうことを言われたことがないんですよ。今まで、普通そんなさ、社会で出てさ、強制される世の中やんか。なんで僕だけほったらかしなん、どこ行っても。わかんない。だから夫婦っていうのはね、強制されるもんやと思います。そう、強制し合うというか、強制さ、勝手な願望やけどね。なんかこう注意してほしいなっていう思いがありますね。だから、夫婦じゃないといられない、生きていられないっていうことじゃないですか。夫婦になられる方っていうのは。で、生きていられない、生活していられない、心がガサガサする。それね、家帰ったら洗濯物溜まってるとか、
そういう理由ももちろん物理的なものもありますけれども、物理的な理由だけではね、人は一緒にならない。やっぱり気持ちですよね。そこが僕は欠けてるんです。欠けてるからよくわかるんです。夫婦っていうのがどういうものかっていうのが。そうあらねば生きていけないんです。物理的には生きていけるよ。でも、人っていうのは気持ちを持ってますからね。ものすごく重んじて、気持ちというものを大切にして生きている限り一人ではいられないんです。で、夫婦になってみた。一緒に生きてみた。じゃあどうなるか。そこのところは僕はわかりません。全くわかりません。夫婦以前の経験すらほぼ皆無ですからね。わからないんですけれども、これはね、生きてる限り経験せなあかんねん。経験せなあかんねん。僕今死んだらね、なんて味気ない人生やったんやろって、思うと思います。死んでから悩むと思いますね。夫婦っていうのはそうあらねば生きていけない。だから、生活していくための一つの形です。で、それが、良い、心地いいのか、あるいは心地よかったりしんどかったりするのか、あるいはしんどいばっかりなのか、それわかんないけれども、夫婦っていうのは、いいよ、言われても、やめといた方がいい、一人の方が一緒、一人の方がいいよって、どんなに言われたとしても、人は、夫婦なり、一緒になる、つがいになる、なり、できるかできひんかは、また別の話やけれども、そうあらないと、なかなか、こう、気持ち的に生きていけないもんなんやと。埋め込まれてるんやと思うんですよ。その、UFO に乗ったらね、パチンコ玉みたいな、玉、頭に植えられるでしょ。そんな風に生まれる前から、入れられるんですよ、何かを。で、一緒にならなければ、いられない。それは、ワクワクしていられないんじゃなく、はぁっていうね、切ない気持ちっていうのがあって、いられないっていう風になったん。だから、人は、慣れる人は、なるんです。慣れない人は、チャレンジするんです。チャレンジするけれども、いろんな理由ですよね、それは。空回りするわけです。うまいこと慣れないわけです。僕もね、どうやったら慣れるのか聞きたいな、というふうに思います。夫婦っていうのは、生活するために必要不可欠なもんです。人としてね。人としてよ。うん、僕も人として生きたいと最近思ってる。でね、これ僕のことばっかり言うて申し訳ないですけれども、怪物やと最近思ってるんですよ。藤木五郎って、私って。で、それはね、どういうことかというと、ピンクレディのモンスターが流れるんですよ。モンスター言うてあるでしょ?あれが流れる。ね、こう、どこ行っても違和感を感じるんですね。どんな集まりに、どんな会合に、特にこう、何人か、大勢、組織とか、そういうとこ、どこ行ってもそう、ちっちゃい頃からですよ。で、うまく馴染めない、融合できない、リズムに乗れないっていうところがありますね。だから、旗から見ても、僕がいることで違和感を旗からみんな感じてはるっていうのは、ひしひしと分かったりする。ね。これはね、大変ですよ。で、それがね、あるんでね、ずっとそういう違和感を抱えて生きてきてるわけです。今まで。それでも、生きてますよ。これからはそうじゃなくありたいなと。いや、そうじゃなくあるべきだと。そうじゃあるを経験したんだから、そうじゃないも経験すべきです。どうやったら経験なんのか分からへんけれどもね。で、そういう、そんなことをね、こう、ふと深刻に受け止める時期っていうのもね、結構あったりするんですよ。僕は、人と永久に分かり合うことができないんじゃないか。心を一つにする、気持ちを重ねることが、これできないんじゃないかというふうに思ったりもすることありますよ。でね、僕のお悩み相談になってしまったね。藤木五郎がお悩みを皆さんに相談室ということになってきましたけれども、これはね、大変です。深刻です。それでも生きてます。
やっぱりね、人と分かち合う、共有するっていうことが必要なんです。で、それがうまいことこう、ならない。自然に振る舞っててもならない。くさくさしてきますよね。しんどいですよ。痒くなってきます、心が。理由はね、なんとなくおぼろげながら分かってるんです。僕ね、今まで、人に助けを求めたり、甘えたりしたことがないんです。そういうことをせずに自分一人で、こう、何でもやってしまうような生き方なんですね。何でもやるというか、気持ちですね、気持ち。芯を持って自分でもう、これっていうことで生きていってしまうところがある。そこですね。だから、これからは、人に甘えたりとか、お願いをしたりとか、ね。こう頼ったりとかですね。まあ、依存まではいかないにしても、そういうことをするべきであると。今までそういうことをしたことがないから、その結果、こういう深刻な事態が生じている。僕にとってのこれは悩みですね。これ以外に僕の悩みはありません。何にもないの、それ以外。だから、人と分かり合うことができる、一つになることができたら、もう、この世の中、天国ですね。楽園です。極楽です。私にとりましては。他に悩みないもん。で、夫婦なったらなったでさ、あんのかもしれんよ。なんかいろいろと。そこまで、まず行くことやね。そこからはまた新たな世界観ですわ。夫婦っていうのはそういうもんです。他のも読んでみましょう。もう時間がね、どん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 経っていきますからね。キャロットガールさん。その前に。そう。これやからあかんねん。一人一人でどんどん進めていく。自分の色に周りを染めていく。自分さえこう、目立てばいい。そういうことではないんです。人と人っていうのは共有してこそ本当の楽しみがあるんです。僕はその楽しみを一切知らない。本当の人生の喜びを知らない。皆さん、ね、ご覧の方、助けてください。お願いします。ということで、次読んでみましょう。キャロットガールさん、ゴロちゃんはなぜスピリチュアルテレビに出演することになったんですか？何かスピリチュアルな特に興味があった、勉強したとかですか？興味があったわけでもなく、勉強したわけでもありません。未だに勉強したことはないです。これ何回も話してんだけどね。いろいろなんか、そう、こういう、ちょっと特殊やから、なんかこう目立つわけですよ。で、劇場、なんかちっちゃい、劇場、大きい劇場とかいろいろ出させてもらって、なんかこう、ショーみたいなことをさせられたりするわけですよ。断るのも、心苦しいから。で、高田馬場にババチョップシアターっていうね、宮田さんっていう方が、経営しておられる、シアター、劇場があったんですね。そこでお笑いライブやったりとか、自主映画の上映会やったりとか、そういうのイベントがあった。じゃあ、お笑いライブにね、出させてもらったりもしてたんですよ。で、ある時ね、なんかこう、宗教じゃないねんけれども、なんかこう、不思議な回の映像を見せたりとか、いろいろ司会進行されたりとかっていう、その集まり団体がそこのシアターを借りられるっていうことがあって、こうなんか、こういうの面白いなと思って僕行ったんですよ。ほな、客僕一人なんですよ。で、スクリーンで見せられた映像は UFO が飛んでる映像とか、なんかこう、キュウリを割ったらなんかハート型になってる映像とか、こういうの不思議でしょうと。こういうの不思議ですけれども、必然としてこう存在するんですよ、ミステリーサークルはみたいな。で、食べ物を全世界に共有させましょう。そしたら餓死者が減るんですっていう教えです。そういうのをスクリーンに流した。で、司会の女性が、今も知り合いの方なんですけどもね、一生懸命、僕一人だけのためにこう喋ってはるわけですよ。そういう、説得をしはるわけです。これじゃああかんなと僕思ったんですよ。映像にしても司会にしても、
それではお客さん来ないで、これこういう風にして、もっと面白く、演出でもいいから、淡々とやるんじゃなく、司会もですね、こういう喋り方で、こういう風な感じでやったらどうかっていうことを、ちょっと終わってから提案して、終わってからって言ってもね、1時間半なり2時間なりのイベント、僕一人の客のために、ボランティアの何人か、何もおるわけですよ。ね。藤原健太だったらどうなってたかな、思うけどね。で、その後、あなた、ちょっと来てくださいって言って、その人に呼ばれて、近所の高田馬場の商店街のね、インド人の方がやっておられるカレー屋さんってあるでしょ？そこのカレー屋さんに行って、カレー食べながらね、あなたマスターですかって言われたんですよ。はい、そうですって答えなんですね。マスターってどういう意味なのか、バーのマスターなのか何なのかわかんないですけども、そうです、マスターですということで、いろいろこう助言をさせていただいて。で、その方から後にメールが来て、スピリチュアルテレビっていうインターネット番組があるんだけれども、司会というか、経営、主催のテディさんという、小泉さんという方がおられるんですけれども、ホームページの方の、僕もよくそのスピリチュアルっていうのをその頃知らなかった、もう5年前ですよ。で、スピリチュアル先生方の、広告とかも載ってると。それの、いろんな管理を、パソコン上で管理をする必要がある。で、人手が足りへんから、そこを手伝ってくれへんかっていう、イベントを司会された方の。そんなこと言われても、パソコンなんてさ、こんなんとか、今はもうこんな状態ですけれどもね、下見んでも打てますけども、人間って成長するもんやなと思うけど、その頃はね、ポンポンポンと、触ったことしか、FUJIKI とか、もうそんなんしかできへんかった。で、もうどうしようかな思って、返事か、特に返すこともなくね。で、2ヶ月ぐらい経ったら、スピーチャーで見てくれたって返事が来たんですよ。あ、それ見なあかんなと思って、見て何か感想を言わんとと思って、スピリチュアル TV で検索したわけです。僕は丹波哲郎とか江原さんとか義母愛子とかね、ミスターマリックとか、あとは何や、清田さんとか、清田さんもね、スピリチュアルで出てられましたけれども、ユーリ・ゲラーとか、そこまで行くとね、ちょっとどういうことかなとか、八尾純一とか行くとどういうことかなと思われるかもしれないけど、そういうの大好きですからね。とんでも系から、どこまでがとんでもじゃないのかよくわかんないけれどもね。で、スピリチュアルテレビっていうのを見たわけです。ほんな、小泉何義人さんっていう方が出られて、メガネかけてね。その方しか出られてないんですよ。これ何やってはんのかな思ったら、朝カード引いてはるんですよ。みんなに。一人一人に。こんなん出ました。何枚目？はい、ストップ3。1、2、3。はい、こんなん出ました。これはね、画期的でしたね。そんな、テレビなんて見たことないやんか。ネットテレビすら見たことない状態ですよ。で、ああ、これ面白いな。これやりたいって思ったんですね。で、夜は夜で、テディさんだけが喋ってるんです。その頃、テディさんとブチさんと、天狼さんと、はい、できました。方しか出てらっしゃらなかったんですよ。で、朝はずっとほぼテディさんだけやったんですね。で、僕ね、夜の番組中に突然、僕もパソコンをちょうど購入したとこやったんですよ。で、スカイプっていうのをダウンロードしてみて、なんかよくわかんないボタンいっぱい押したら、なんとかダウンロードできたんですよ。それで、ピポパポと、なんかテディさんのこのスカイプがテレビ電話につなげたわけですよ。本番中に。本番中につなげたらね、どうなるかと。で、なんか小窓に映ったんですよ、僕が。皆さん今見ているスピリチュアルゼミの小窓に僕がズームイン屋さんみたいな感じで映ったんですよ。で、それで見て、あ、映ってるわ、映ってるわ、言って、どうも、言って、何か映像に映るなんて、その初めてのことですからね。で、そこでいろいろ喋った。この状態ですよ。この状態でいろいろ、なんかこう、不思議世界のことについて喋ってるから、僕も、不思議世界に興味あるんですよ。
ちっちゃい頃からね。で、僕の小学校から唱えてる説をいろいろ言うていったわけで。全員自分ちゃうかと。全員、分子の術で分かれて、いろいろなってるだけで。なんで分子の術で分かれるかというと、いっぺんにいろんな体験がしたいだけじゃ、欲張りさんなんちゃうんかと。本当は、一つの、一人のもんなんちゃうかとかね。なんかいろいろ、あるいは自分だけがおって他の人とか他のものとか全部、映像かなんかドッキリで、心翻弄されてるだけちゃうんかとか、そういう話をなんかとうとうと述べた。で、視聴者の方々がチャットで、後ろの銅像は何ですかとか、後ろの大村コンは何ですかとか、そっち気になりだしたのね。で、ここ紹介して僕が作った粘土ですと、ここの、人形も僕が作ったもんですとか、こういろいろ喋った。ほんなら、なんか、気に入っていただけたんですね、それが。作ったっていう、ことが。どうやら気に入っていただけたようで、なんかその時にね、僕ね、朝の番組をテディさんさせてくださいって言うたんですよ。なら、番組を生でやってる都合上あかんって言うわけにもテディさんいかんやんか。で、ちょっと月曜の朝が空いてたんでね、僕は。で、月曜させてくださいって、こう、カードやりました。ね、月曜の朝、ずーっと1年半ほどね、やってました。で、やり出した、ちょっと後に、いちごさんがね、出張りましたね。いちごさんが水曜日の朝やったから始めはりました。そっからどんどんね、人が増えていって、もう各曜日なんか人がやるようになりましたね。だから、そう単純な理由なんです。スピリチュアルテレビ見てくれたって見なあかんなもん、もう、面倒やなとか、そういう、そんだけのもんやったん。まあ、僕の決断としては、そういうテレビ、テディさんが弾いてるのを見て、これやりたいなと。やらしてもらうにはどうしたらいいやろうと。生放送で突然出てまえと。まあ、却下されるやろうと。それはそれで、めちゃくちゃやって、出入り禁止になったれと思って、めちゃくちゃ喋ったんですよね。世の中わからんもんやね。やってみんとわからへんなと思いますけどね。そういう理由です。熊友さん、こんばんは。まだ年賀状の受付はされていますか？されています。ここに送ってくださいね。うちの子供が欲しいというのです。ぜひね、住所と名前と送ってください。悪用はしませんからね。年賀状のためだけの使用させてもらいますんで、お子さんの名前でぜひ、この書き込みをしてください。住所と名前と年賀状希望と、それだけで結構です。特に問題はありませんのでね。今年中ずっと受け付けてますんでね。モニカさん。関西弁のテンポがよく楽しいですが、東京でも変わらずに関西弁を、大阪弁を通してるんですね、と。そうね、よう考えたらね、どこ出身ですか、いろいろ聞いたら、新潟ですとか、九州ですとかいう方多いですよね。みんなさ、標準語じゃないでしょ？東京からちょっと離れてる大阪でも、こんな全然違うねんから、じゃあ、そのまま通したらええのにって思うけど、まあ、テレビとかでね、関西弁はもう認知されてるから、やりやすいのかなと。他の、もし僕が東北弁やったら、東北弁を貫くっていうのは困難なことなんかもしれんなとか思ったりもしますけどもね。せやけども、標準語にするっていうのは、なかなかね、気持ちの上で気持ち悪い。うん。ただ、何かこう、最近こう喋りに行くっていうこと、なんかマイクつけてね、喋りに行くっていうことを毎日やってるんですけど、その時は標準語、全部標準語です。だから、僕は、せやな、トータルしたら、一週間のうち、半分以上は標準語喋ってますね。標準語喋ってるね。ええ。せやな。だから、標準語っていうのは、テレビでずっとね、大阪おる時もニュースとか見てたら標準語やからわかるんですよ。だから、標準語、そうやな、東北の人でもそれわかるわな。日本全国の人テレビ見てるから、誰でも標準語って喋れるんですよね。ただ、普段は特に標準語にする必要はないですよね。ただね、標準語の世界の中で一人関西弁でいるっていうのは楽ですよ。入っていきやすいんです。で、壁をね、壊しやすいんです。立場の違う人でもね、そういうところがある。ただ、だからこそ、ずーっと、こう、入っていって、特別席に座って、
なんかこう、うまいことをやるもんやから、こう、同調して、共感して、共有して、フィットして、みんなで、一体になる。人と一体になるっていうことが、できてないのかもしれんなって、今結びつけたりなんかしてね、切なくなったりしますけれども。キキさん、質問来てますということでありがとうございます。サナさん、前回の放送が終わり、遅く寒い時間からお風呂行ったのですか？綺麗好きなゴロさんは A 型ですか？ B 型って聞いたことあります。親から B 型っていうふうに聞いたことありますよ。うん。検査したことないですけどもね。血液、輸血？献血？献血科が大学の前にあって、大学の構内にあって、だからその頃大阪商業大学いうとこ行ってたんですよ。4年間ね。で、勇気を出してね、並んだんですよ。注射って嫌やんか、しんどいし。で、ちっちゃい頃、血いっぱい抜かれた時に、ふらふらってなって寒気が止まらんかったことがあるんですよ。そんななんて嫌やなと思って。でも思い切ってやってみようと思って、並んだ。並んだらね、金色のね、なんかテレホンカードもらいましたよ。金色のなんか、ホログラム的なね。なんかいいなと思ったんですけども、順番が近づいてくるにつれてね、あ、やっぱ嫌やなと思って、もう帰りました。逃げました。テレホンカードだけもらって逃げました。それからね、献血は行ってないですけどもね。ただ、検査で血抜かれるっていうことはありますね。チクッとすんねんけど、思ったほど痛くないねん。もう、だからビジュアルが嫌やから、こうやってね、こうや、いや、顔しかめますよ。ちょっと手も下がりますよ。先生がね、看護婦さんが大丈夫ですか？なんか、検査のたびに言われますけどもね、大丈夫やったらこうならへん。大丈夫じゃないんやと。大丈夫じゃないですって言いますけどもね。まあでも、こそばゆいぐらいのチクですから、そんなに痛くないんですよ。あ、お風呂行ったのかどうかっていう質問ね。A 型ですかっていう、最後の文言でこんだけ言うことは思わんかったけれどもね。先週何あった？何喋った先週？恥ずかしい思いがしたいということを喋ったかな。恥ずかしい思いをしてみたいですね。恥ずかしくなったことがないんです。絶対心欠落してるでしょ？何か。大切なものないでしょ？だからね、生まれつきなのか、育ちなのか、生き様なのか、何なのか分かんないけどもね、人として生きたいよ。あったかい気持ちになってみたいよ。人とね、共有してみたいよ。うん。で、そういう話をなんかしたのかな？で、あ、そうか。遅く帰ってきたんや。なんか出先でなんかあって、用事があって、遅く帰ってきたから、そう、テディさんに夜遅くにさせてください、言って電話して、で、やらしてもらった。その後ね、そう思い出した。もうね、1時過ぎてたんですよ。終わって、スペシャルテレビやりました、言って、ミクシーと、ブログのナウと、Facebook にお知らせで載せた時には、1時過ぎてた。風呂屋、2時までやからね。間に合わんわけですよ。で、笹塚の、駅から5分くらい歩いたところにマルシンっていう、10階かな？ 9 階か10階に、温泉があるっていうんで、ボイラーが壊れてた。去年はボイラーで壊れてたんですよ。で、今年またリニューアルしたから言うて行ったんですけども、それがね、リニューアルせん方が良かったんちゃうかと。で、8個ぐらいあった、洗う、その椅子のあるとこです。鏡のあるとこ、シャワーのあるとこね。あれが4つしかないんですよ。まあ、夜中やし誰もおらんからええけども。で、浸かる部分が上にあって、もう一つ一段下にも浸かる部分がある。お風呂が二つあるんですよ。でもなぜか上の大きい方が水風呂なんですよ。ザッパー、水が流れてくるから、洗うところが、足が冷たいんですよ。何やこれはと。で、下のちょっとしか、体積のない浸かるところがお湯なんですよ。で、そこのお湯もね、入ったらザラザラしててね、何やと。なんかいろんなもん浮いてるしね。ちょっとこれはどうなのかと。そんな広くは全然ないです。普通の銭湯の方が広いです。うん。まあ、あるし、もうちょっとな、ちゃんとこうやってくれたらええのになと思うけども、あんなビルの上の方をわざわざ、まあ、いかんわなと思うけれどもね。多分ね、最初は、上の方の段のいっぱい体積のあるお湯入る方に湯を入れる予定やったんやと思うんですよ。下の、ちっちゃいとこには水風呂にしようと思ってたんやと思う。せやけれども、いろいろあって、
ボイラー帰ってリニューアルしたけれども、もう一つはさっぱりやということで、お湯の方がやっぱり値段が張りますからね。お湯をちょっとやったんやと思うんですけどもね、上水風呂にしてザッパン。だから、タイル歩いてるときずっと冷たいんですよ。水がもう溢れてくるからね。サウナはもうあるんですけれども、サウナ僕入らないんですよ。そんなにね、熱い思いっていうのをね、あんまりしたくないなっていう思いがあって、荻窪のね、スーパー銭湯行った時にね、ローリングって言ってね、ぐる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 タオルを回しに、そこの職員の方来られる。タオル回して何が起きんのかなと思ってびっくりしたね。ものすごい熱いの。焼けただれるってこういうことかなって思ったね。焼けただれてだったらここにおらんけれどもね。まあ、すごかった。熱いを超えて痛かった。だからね、サウナで、例えばタオルをぐるぐるしてみてください。ものすごく空気がね、循環して熱くなるから。びっくりしますよ。ボンボンさん、好きな食べ物は何ですか？カレーですね。カレーライス。今度ね、視聴者の方がまた遊びに来てくれるときにね、カレーをぜひ作ってくださいっていうね、リクエストをいただいたりもしてるんでね、カレー作りを。ただね、いろんなルーを混ぜるんですけれども、割合とか、どのルーを混ぜるとかメモしたことがないんで、これはうまくいったなと思っても二度と作れないんですけれどもね。カレーライス大好きやね。好きな食べ物、まあ何でも食べるんですけれども、何でも好きですね。今日食べたのは何食べたやろ？お昼。焼き魚ですね。サバ食べました。サバ食べました。サバのね、塩焼き。ものすごいうまかった。サバの塩焼きと、あと、ブロッコリーと、卵を、溶いたんじゃなく、サラダ的なことにして、エビを、ちっちゃいエビを添えて、サラダですね。そういうのと、味噌汁と、あと、納豆を混ぜてね、食べましたよ。カレーが大好きです。あとね、甘いもの大好き。ケーキ、まんじゅう。クリーム、ソフトクリーム、アイスクリーム、チョコレート。大好き。で、ご飯もね、カレーだけじゃないんですよ。何でも好き。日本料理特に好き。キャロットガールさん、ゴロちゃんの好きな女性のタイプはどんな人ですか？これね、最近それについて考えるわけですよ。だ気持ちが、それを求めてるんでしょうね。だから、普通の人になりたいっていうのはそういうことやと思うんです。でね、いろいろと、もう、言葉で考えないやめる、やめて最近はもう、感覚でこう、思うことですよ。どういうふうに思うかというとね、さっきも言うた。ウォルちゃん、これこうしなさい。それはダメよ。ね。ちょっと、野放しにせんと、ほったらかしにせんと、のびのびさせてくれんと、もう大人やねんから。落ち着きなさいと。ね。ちょっと、行くよと。あんた、こっち行きたいの分かるけれども、私もいるんだから、B 型のね、立場っていうのは分かるけれどもね。人といるんだから、ちょっと人と融合する、共有する、そういう楽しみ方を覚えなさい。私はこっちへ行きたい。だから一緒に行くよっていうことでね、もう引っ張っていってくれるようなんでね。で、時々、おいで、おいでって、いい子、いい子ってしていただけたらもう最高やなと。これは妄想ですよ。実際そうなったら多分極楽やと思いますけれどもね。だから、ちゃんと注意してくれる人ですね。ほったらかしにせんと。で、束縛という意味での注意ではなく、依存心から、その方の依存心からこれ束縛ということではなく、きちんと正していく、教育していくっていうね、意味で、で、時々、こう、甘えさせていただけるというかね。おいでってやってほしいですね。そういうのがタイプ。こう言うといたらね。そう、言うといたら、ほんまに、叶うんじゃないの？スピリチュアル的にも、不思議頃的にも、そうですよ。言うといたら叶いますからね。こう言うとかね。まだまだ死なれへんで、これ。キャラットガールさん。ね、そういうことです、答えは。うさみみさん、ゴロさんは暑がりですか？寒がりですか？寒がりです。冬はね、こたえる。体がこたえるし、気持ちもこたえるんですよ。真冬で、で、
今見えてますでしょうかね。映像届いてる？なんかこう画面が止まったりもするんやけれども、映ってるよね。映ってたらいいんです。で、冬ものすごい寒いから、なんかねこう気持ちもねこう切なくなったりもするんですけれどもね。うん、ちゃんと見えてるかな？なんか止まってない？もし今僕喋ってんのが見えてて聞こえてたら、見えてます、聞こえてますって一言書き込みを入れていただけないでしょうかね。キャロットガールさん、おもろい。ありがとうございます。ただ、自分のこと聞かれたから喋ってるだけやねんけどもね。僕への質問コーナーになってますけども。まあ、なんでもいいんです。なんか悩みあったら書き込んでください。僕答えますからね。できる範囲で。何の話？そう、冬が答えるね。夏暑いのは、どっか室内に入って、例えばさ、じゅりじゅり猛暑の中をさ、意味もなく銀行なんか入ったりして、クーラーでガー涼しいのあれ気持ちいいやんか。電車の中ガーっと入って、ああいう喜びがあるけども、冬寒いのはね、しんどいね。うん、また、体がね、こう、脂肪がついてないんですよね。いくら食べても。だから、そういう意味で寒いっていうのもあるかもしれない。見えてます？聞こえてます？ありがとうございます。見えない？黒い？あ、止まってる。止まってる？あかんな。